酒屋のワンコ小川未明酒屋へ来た小僧は、どこかの孤児院から来たのだということでした。それを見ても彼には頼るものがなかったのです。物を言うのにも、人の顔をじっと見ました。 その目つきは優しそうに見えたけれど、なんとなく不安な影が宿っていました。もしや、自分の言ったことが相手の心を痛めて叱られるようなことはないかしらん、と思ったがためです。世間の心ある親たちは、 その様子を眺めたときに、親のない子はかわいそうなものだ、と言いました。彼は十二三になりましたが、歳の割合に背が低かった。そればかりでなく、歩く自分、二本の短い足が内輪に曲がっているから、 ちょうどブルドッグの歩く時のような姿を想像させたのでした。そのことから、いつしか誰言うとなく、酒屋のワンコうと呼ぶようになりました。そして、この哀れな少年の本名すら知るものがありません。彼はついに、いつもこのあだ名で、 ワンコウ、ワンコと呼ばれていたのです。この少年の足は生まれながらにしてこんな風に曲がっていたのではなかったのでした。不幸な境遇はやっと六つか七つぐらいになった自分から赤ん坊をおぶわせられて森をしたからです。そしてまだ 柔らかな足の骨は体に過ぎた重みを与えたために曲がったのでした。彼の歩きつきを笑う。誰がこのことを知りましょう。しっとりとした静かな夏の夕方であります。畑に立っているトウモロコシの 大きな垂れ下がった葉に腰をかけて馬追いが知っている限りの歌を歌っていました爽やかな風が中空を吹き渡りましたいつ出たかまん丸な月がにこやかにこちらを見て笑っていました大変に 生が出るな、と月は言いました。馬追いはびっくりして、二本の長い眉毛を動かして、恋のした空を仰ぎながら、あの優しい酒屋の小僧さんが、さっきから熱心に聞いてくれるものですから、と答えたのです。 これを聞くと月は心配そうに林の間から頭を振りました。ちょうどそれと同時でした。ワンコー、番型の忙しいのに、こんなところで何を油を売っているのだ。と主人の怒鳴り声がすると続けさまに、 彼の頭を殴る音がしました。酒屋の白い犬がこをみました。また、こんな厄介なものを産みやがった。と主人は言って子供をみんな川へ流してしまいました。親犬は きちがいのようになって探していました。そこへ三十余りの旅の女が三味線を抱えて門口から入ろうとすると白い犬は女の足に噛みついたのです。この知らない女が自分の子供を奪ったとでも思ったのでありましょう。 女は驚いて救いを求めました。主人は知らぬ顔をして外へは出ませんでしたが、ワンコはすぐ飛び出して犬を追い払いました。女の足からは血が流れていたのです。ここの犬は狂犬ですか 女は尋ねました。彼は白犬が子供を捨てられたために気が狂っているのだということを話しますと、かわいい子を取られたのでは人に噛みつくも無理はありません。と女は怒らずに言いました。少年は このシャミセンきの女を優しい人だと思いました。彼は気の毒になって女の足を水で洗って自分の腰に下げている手ぬぐいを裂いて傷口を巻いてやりました。女は少年の親切を心から嬉しく思ったのであります。 ワンコうは遠方まで用足しにやられました。帰る途中で空の模様が変わって雷が鳴りひどい夕立ちとなりました。彼は小さなお堂のひさしの下に入ってすくんでいたのであります。けれど雨は 容易にやみそうもなく青い稲光の光は身の回りを縫うようにひらめきすぐ頭の上では今にも落ちそうに雷が鳴ったのです彼はめったにこんな恐ろしい目に遭ったことはなかったのでしたワンコどうだ 主人に睨まれるのと、どっちが怖いと、暗い、お堂の内から、声がしたような気がしました。彼は、じっと自分を睨む、いじわるそうな主人の目を思い浮かべました。また、自分を犬の歩きつきに似ている、と言って、 あざ笑う近所の子供たちの顔を目に描きました。すると、この自然の恐ろしさは、さすがに公平であるというような気がしたのです。なぜなら、自分一人が恐ろしいのでない。しかし、主人の目は一人。 自分にばかり注がれているように考えられたからです。彼は公平な神様に向かって訴えたなら、あるいは自分の願いを聞いてくだされないことはないという気がした。神様、どうぞ、私をお助けくださいまし。 と彼は答える代わりに暗いお堂のちに向かって手を合わせて拝んだのです。いつしか雨は小降りとなり雷はだんだん遠くへ去っていきました。野中を流れている小川には水がいっぱいあふれて 橋の上を越えていましたから、どこが道だかわかりませんでした。この時、どこからか、青々とした田の上を飛んで、すがすがしい空気に、羽音を立てる一羽の黒い水鳥があったかと思うと、小川の淵におりました。それは、 くちばしの黄色いバンだったのです。バンは首を傾けて考えていましたが、やがて流れをまっすぐにあちらへ横切って行きました。流れには散乱としてさざ波が雨の晴れた夕空の下に生じました。 西に沈みかけていた真っ赤な太陽は、おお、元気だな。と、バンに声をかけました。優しい酒屋の小僧さんが途方に暮れていますから、水先案内をしてやります。と、バンは、かわいらしい目をあげて、 太陽を見ました。その夜、ワンコは、着物をぬらして帰ったと言って、酒屋のおかみさんに叱られていたのです。こんなに着物をぬらすなんて、お前、ぼんやりだからだよ。彼は、どんな場合にでも、自分に、 同情してくれるものがないのを悲しく感じました。白壁の影に立ってワンコうは芋の葉の上に止まったつゆを見て空想にふけったのです。自分はあのつゆだったら何の悲しいこともないだろう。 お月様が、お前は、もう少し、世の中におれと言われたら、ああして、私は、芋の葉の上に転がっている。そしてまた、お前はもう、天国へ来てもいいと、お招きになったら、喜んで、お月様のところへ行く。 そこには自分がまだ顔を知らないお母さんもお父さんもみんなつゆになって光っていなさるだろう彼は月を見上げてお月様、ま、私は正直に働いていますけれど誰も 私をかわいそうと思ってくれるものがありません。と、訴えたのであります。この時、ふいに、目の前へ、美しい、優しそうな女が現れました。少年は、びっくりしました。よく、 月の明かりでその顔を見ると、どこか見覚えのあるような気がしました。私がいいところへ連れて行ってあげます。この世の中には、もっと正しいことも、幸福なことも、たくさんあるのですよ。私は、町や村や、 方々を歩いてきました。そして、どこに親切な、よく道理のわかる人間が住んでいるかということも知っています。私は今日から、あなたのお母さんになって、世話をしてあげますから。さあ、参りましょう。 考えると、いつか犬に噛まれたシャミセンの女でした。酒屋のワンコは、この人に連れられて、遠く行ってしまいました。おしまい。